thank you very much. It's an honor. And they told me under no circumstances are you allowed to use a teleprompter. And I got up here and I see there's this beautiful teleprompter. はい、皆さんこんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はトランプ前大統領のアルフレッド・スミスメモリアル・ファウンデーション・ディナーでのスピーチをご紹介したいと思います。今回は吹き替えでも朗読でもなく、この画面をご覧いただきながら、どういうことをお話しされたのかということをお伝えしたいと思います。まず、テレプロンプターでジョークを飛ばしております。それはカマラ・ハリスさんがテレプロンプターが壊れてしまって本番中にテレプロンプターが壊れたら何も言えなくなってしまってある数字をねひたすら言っていたということがとても有名になっていましたのでそれに関してジョークを飛ばしておりました。そしてジョンソン議長はとてもいい仕事をしているともおっしゃってます。メラニア夫人の本が爆売れしている。トランプという名前を名乗ってニューヨークタイムズの一位になることはすごいことだとおっしゃっております。民主党と共和党の大統領候補がこの晩餐会に出席するのは長年の伝統なんだけれども、対立候補は出席していない。カトリックコミュニティに対して非常に失礼である。ロバート・ケネディ・ジュニアさんにちょっと呼びかけた後に、彼は私たちをより健康な場所にしてくれるでしょう。私たちはしばらく彼を自由にさせておくつもりです。彼にはかなり突飛な考え方があるので、彼の意見を読み返さなければならないかもしれませんが、そのほとんどは本当に良いと思います。彼は良い人で、環境や健康な人々、健康な食べ物を信じています。そして彼はそれを実行するでしょう。それを実行する大きなチャンスを得ることになるだろうとお話しされています。はい、次、トランプさん曰く、カトリック教徒の皆さん、不代理に出かけてください。私に不代理してください。覚えておいてください。私がここにいて、彼女はいないということを覚えておいてください。私もそうすることができたでしょう。しかし、あなた方は素晴らしいことをしています。カトリック教会は貧しい人々を助け、子どもたちを教育し、弱い立場の人々を支援しています。もし本当にハリス副大統領に招待を受け入れてもらいたかったのなら、ミネアポリスの略奪者やボートを救済するために、私たちが用意している資金について彼女に伝えるべきだったと思います。と話しています。このディナーはユーモアや、皮肉を込めたウィットを飛ばしながら進めていくっていうのが慣例らしくて、トランプさんもこう皮肉めいた冗談めかしたことを結構いろいろ言ってるんですが、それをねこう吹き替えでやるっていうのが私の能力ではちょっと難しいなっていうそんな感じでございます。はい、次、トランプさん曰く、今夜はこれが私の通常のいつもの観客でないことは分かっています。私のいつものお客さんはもっと若く、ずっとエネルギーにあふれています。しかし、あなたには現金、たくさんの現金といった特定の利益があります。トランプさん曰く、カマラがアル・スミスのディナーを欠席すると聞いてショックを受けたと言わざるを得ません。ぜひ来てもらいたかったです。彼女の美しい笑い声はいくら聞いても飽きません。彼女は狂ったように笑います。トランプさん曰く、梅田は復帰を望んでいます。世論調査で彼女の支持率がさらに下がれば、彼らは彼を再び呼び戻すでしょう。トランプさん曰く、私はもう討論には応じませんが、実は今年2回討論しました。1回目は梅田と、もう1回は ABC のデイビッド・ミューアとです。そして笑いが起こっています。トランプさん曰く、今夜は自虐的なジョークをいくつか言うのが伝統なのでやってみましょう。いいえ、何も思いつきません。何も言うことはありません。他の人たちが長い間私を攻撃してきたのに、その上自分を攻撃する意味がわからないんです。トランプさん曰く、
冗談を言わなければならない慣習がありますが、国境開放とインフレによる中東や右の国での壊滅的な事態に関して非常に悪い状況にあります。それを冗談絡みで話すことはできないという旨のお話もされています。はい、そして24分くらいから終わりまでは朗読したいと思います。私たちは国を再び尊重されるようにします。私たちは国が尊重されるようにし、国として、そして世界のために非常に良いことをするつもりです。美しいアメリカにとって今は困難な時期ですが、私はここニューヨークや国中のすべてのパートナーと協力して、再び強く安全で誇り高く繁栄し、自由なアメリカを築くことに全力を尽くします。私たちは子どもたちの夢を再び刺激し、アメリカンドリームを取り戻す偉大な野心と偉大な業績で定義される未来を一緒に作れるようにするつもりです。アメリカンドリームについてはもう耳にしません。私たちは子どもたちがアメリカンドリームを持てるようにするつもりです。私にとってこれはとても宗教的な夜です。本当にそうです。これは私の姉が教会を愛し、教会に寄付した人であったことをとてもよく表しています。ある枢機卿は、私がある司祭にあったことを知っていました。それは信じられないことでした。あるとても立派な人のために。そして彼女は、最近私が2度の事件、未遂を生き延びたことを信じられないことだと思っていました。彼らは生き延びました。私は右に下がったチャートを持っています。幸運にも私はこれまでずっと愛用していた紙を見ましたが、それが下がってしまい、右を見て、あれは運なのでしょうか、運とは何なのでしょうか、それともあれは神様の仕業だったのでしょうかと思いました。私はあれは神様のなす技だったと思っています。そう思います。でも私はとても神聖な枢機卿です。神の摂理と神の慈悲によって私たちがどれほど恵まれているかをとても神聖な気持ちで認識しています。つまりそれは私が今夜ここにいるはずでなかったことですが、皆さんにお伝えできます。神の助けがあれば達成できないことは何もないことを私は知っています。私たちはこの国で多くの善を成し遂げ、団結して統一することができます。あるスミス財団の崇高な活動に感謝し、カトリックのコミュニティに多大な感謝の意を表したいと思います。素晴らしいコミュニティです。コミュニティは私の人生を通してずっと仲良くしてきました。大統領だった時、私は大統領執務室にいて、枢機卿から電話を受け、助けが必要だと言われました。それは C 国の病原体の時でした。正確に表現したいのですが、彼は助けが必要だと言いました。私たちの学校は壊滅的な状況にあります。10億ドルよりもはるかに多くの資金が必要でした。具体的な金額は言いませんが、10億ドルよりもはるかに多くの資金が必要でした。私はコミュニティと私が知っている学校のことを知っていました。カトリックの学校制度で教育を受けた多くの人々を知っていますが、彼らは素晴らしく、私が見てきたほとんどの制度よりもはるかに多くの愛を持って話します。彼は言いました。大きな問題があります。数十億ドル必要ですが、ニューヨークの学校制度を閉鎖しなければなりません。ニューヨークの制度全体をです。それで私は15分待ってください。見つけられると思いますと言いました。そして私たちは彼に数十億ドルを渡しました。どうなったと思いますか？彼は営業を続け、彼らは繁栄しました。そして今日まで、あなたは教育に関して最高の仕事をしたと聞いています。それはいつも名誉なことでした。いつもいつもそうでした。彼は私に会うたびに、どうもありがとうと言ってくれます。私はあなたの言っていることはわかりますが、私たちは一緒に働きました。私たちは良いパートナーでしたよね。私たちは約15分で数十億ドルのお金を集めました。そしてそれは非常に有効に活用されました。私はただ皆さんに感謝したいと思います。今日は特別な夜です。非常に真剣な夜です。世界には深刻な問題があると思いますが、それらは解決され、私たちはアメリカを再び偉大な国にします。本当にありがとうございました。皆さんに神のご加護がありますように。ありがとうございました。